皆さん、こんにちは。2021年2月17日、驚きのニュースがネット上を飛び交いました。今年2月からパラグアイ1部スポルティボルケーニョで、プレーする元日本代表フォワード森本孝幸選手が、現地で飲酒ひき逃げ事故を起こし、逮捕されました。まず、森本孝幸選手のこれまでについてご紹介します。森本選手は15歳からプロとしてプレーし、J リーグのみならずセリエ A での日本人最年少出場記録や最年少ゴール記録を打ち立てるなど、将来の活躍を大いに期待されていた森本孝幸選手。しかし森本孝幸選手のサッカー人生は怪我に泣かされてしまいます。日本サッカーの未来を託された森本選手もいつの間にか32歳になりました。2004年、森本孝幸選手は東京ヴェルディで当時の J リーグ史上最年少の15歳10ヶ月6日で公式戦に出場しました。第8節のジェフ市原戦に途中出場するとゴールを決め、15歳11ヶ月28日という当時の J1 最年少得点保持者になります。その後もゴールを決めるなどチームに大きく貢献し、 J リーグ最優秀新人賞も受賞しました。2006年にセリエ A のカターニアへレンタル移籍します。しばらくはユースチームでプレーしていましたが、そこでゴールを量産するなど大きな活躍を見せました。するとその活躍が認められ、12月にトップチームにベンチ入りを果たすようになります。2007年1月のアタランタ戦で途中出場すると、初ゴールを記録しました。18歳8ヶ月21日として、この試合でセリエ A の日本人最年少ゴール記録と最年少出場記録を同時に達成しました。今後に期待された森本孝幸選手でしたが、3月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負ってしまい、残りのシーズンのプレーが不可能となります。2008年にはカターニアとの契約延長を発表しました。ローマ戦で初の2ゴールを記録して MOM にも選出されました。さらにこの節のベストイレブンにも選ばれました。その後もセリエ A のユベントスからゴールを奪うなど、日本人として大きな活躍を見せます。森本孝幸選手にとって2009年は飛躍の年となりました。カターニアでの活躍が認められ、2009年10月のキリンチャレンジカップスコットランド戦で代表デビューしました。続く東郷戦では代表初ゴールも決めました。しかしその後はスランプに陥り、カターニアでも4ヶ月得点を挙げられず、徐々に出場機会を失います。2010年に行われたワールドカップではメンバーに選出されるものの、出場することはありませんでした。2011年に出場機会を求めてノバーラカルチョへ移籍しました。しかしなかなかコンディションが上がらず、11月には右膝半月板損傷によりチームを離脱します。出場機会にも恵まれず、チームは2部へ降格してしまいました。その後は2013年にアルナスル SC に移籍して、デビュー戦で1ゴール3アシストを記録しました。鮮烈なデビューを果たしますが、継続的に結果を残すことができずに、同年8月にジェフ市原に移籍して日本サッカーに復帰します。次に今回の事故について紹介したいと思います。現地メディア ABC が掲載していた写真によれば、森本選手の運転していた車とぶつかったバイクの両方が大きく破損しており、決して小さな事故ではなかったことがうかがえます。森本選手はその後逮捕保釈済みです。被害者にバイクや治療費の支払いを申し出て、これが受け入れられ、すでに示談が成立したという情報もあります。森本選手が免許を取ったイタリアは、ワインをグラスで 1,2 杯なら問題ない、相手にも森本選手にも怪我がなかったと報じられているのが何よりの救いですが、あってはならないひどい事故で、森本選手は猛省を促したいし、償えるものは全て償うしかない、これが日本であれば選手生命の危機にさらされていただろう。今回の場合、森本選手に情状酌量の余地はない選手ですが、飲酒運転の定義はその国によって違うのは確かです。報道によれば、森本選手から検出されたのは呼気1リットルあたり 0.41mg のアルコールです。日本では 0.15mg 以上から免許停止や罰金など罰則が定められており、その基準でいくと大幅に超えていることになります。ただ18歳でイタリアのカターニャに移籍した森本が
運転免許を初めて取得したのは日本ではなくカターニャでした。イタリアでは日本ほど酒気帯び運転や飲酒運転に厳しくなく、ワインをグラスで 1,2 杯程度であれば問題ないという認識が一般的になります。アルコール検査でも 0.5 ミリグラムまでであれば検出されても法律上罰金さえも課されません。欧州在住のサッカー関係者はこう明かしました。森本選手がイタリアにいた時から飲酒運転していたという話は聞いたことないです。むしろとても真面目だという話の方が多かった。ただヨーロッパの選手はシーズン中に酒を一滴も口にしない選手がいる一方、頻繁にパーティーに顔を出す選手もいて、代表クラスで逮捕されるニュースも見ます。お酒に対する認識が日本と比べると全然緩いんですよ。イタリアで免許取得時に得た知識はさすがに日本では無理だろうが、パラグアイでは通用すると森本選手が勝手に解釈してしまった可能性は高いでしょう。パラグアイでもイタリア同様に飲酒運転に対しては寛容な風土だと言います。ただそもそもイタリア人にしろパラグアイ人にしろ、日本人よりも酒に強いという大前提があってこその酒に寛容な風土や法的な罰則規定になります。現在32歳の森本選手が自分に影響のない酒量を把握せずにそのラインを超えたのだとすれば残念という以外にありません。また飲酒以前に運転、交通法規に関しても日本とパラグアイでは感覚や解釈が違うというのは想像に難くありません。ただそんなことは分かっていたはずで、安全のために運転手をつけるなどの選択肢もあったはずです。森本選手、選手は昨年9月にシーズン半ばながら契約を解除し J2 のアビスパ福岡を退団しました。その後移籍先を模索しギリシャ3部の AEP コザニに加入。ところが新型コロナウイルスの影響で試合はおろか練習さえままならない状態に陥りました。福岡からのシーズン途中退団。元日本代表でまだ32歳にもかかわらずギリシャ3部への移籍と聞くと突拍子もない行動のようにも見えますが、本気でもう一花咲かせたいという意欲は強かったようです。実際にチーム練習ができない間はスペインに行き香川真司選手、選手と合同練習を行うプランもあったほどです。これはクラブが公式にリリースを出すほど実現に向かったプランだったが、新型コロナの影響で出入国の状況が厳しく断念しました。本来はギリシャ3部を皮切りに欧州でのステップアップを望んでいましたが、公式戦さえできないまま今年1月末に退団しパラグアイへと新天地を求めました。日本には妻と2人の子供がいます。森本選手は家族こそ自分の支えだと言います。2018年、 J1 の川崎でなかなか思うように結果が出ずに再起をかけて J2 福岡に移籍しました。その際単身で乗り込みサッカーに集中することを勧める関係者もいる中で、森本選手は家族と一緒に暮らすことを選択しました。たとえもがくことになってもその姿を家族と共有することを森本選手自身が望んだのだと言います。パラグアイにもいずれまた家族を呼び寄せるのだとしたら、もちろんそうでなくても今後はさらに安全に気を使う必要があります。いかがでしたでしょうか。もう一度森本選手の若い頃のような活躍を見たいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。